こんにちは。こんにちは。今日は5月18日。はい。今日の動画はクトゥルフの TRPG ですね。でございます。はい、スモールジャスミンリバーさんとキャスルサクールさんが活躍する、活躍します。今回もね、私とクーちゃんでやったんですけども、ってことで私たちはこれから野菜ジュースを作って飲もうかなというところでございます。はい。そう、このねバイタミックスっていうすごい機械なんですよ。これだけじゃなくてこっちが本体なんこちらを使ってじゃん野菜ジュース作っていきたいと思います。はい。おこんばんちは、あさひさんです。くいちゃんです。よっしゃです。はい、今日の動画は本日は2回目の TRPG やっていきましょう。イエーイ。クトゥルフ神話でございますね。はい、はい、で前回のシナリオはですね、はい、ペーパーチェイスというものをプレイしまして、はい、お二人とそしてツーミンがですね、はい、生還しましたということで、で、また新たなシナリオに出発していただきたいと思います。よっしゃ、はい、そう。ただ今回ですね、ツーミンことスザック友人はですね、まあ、ペーパーチェイス前回のシナリオの経験をもとに今執筆中ということでして、あ、なるほど、今回はお休みでございます。素晴らしい、ね、はい、素晴らしい、いい小説が書けるといい ね、 ね、そうね。ではシナリオを始める前にですね、はい、成功報酬というものについてご説明させていただきます。はい、無事シナリオを生還した探索者はですね、うん、パワーアップします。おお、成長します。まあ、こんな感じでですね、シナリオが終わればある程度回復しつつ、成長する可能性があるっていうことで、このキャラクターが、ロスト、まあ、いわゆるお亡くなりになるか、産地がなくなって狂ってしまうかになるまで使用することができます。なるほど、はい、では今回のシナリオ進みたいと思います。お願いします。今回はですね、おそらく、はい、クトゥルフ神話で一番遊ばれていると言っても過言ではないような超有名シナリオ、悪霊の家でございます。へえ、面白そう。面白そう。ただ僕ちょっと心配してるのがありまして、はい、普通にロストする可能性が、ちょっとね、産地もゴリゴリ削られていく感じなので、ちょっと慎重になっていただきながら、はい、ではそこら辺を念頭に置いて、はい、車の家やっていきたいと思います。はい、お願いします。じゃあ何を入れるか、じゃあ一人一個決めへん、入れたい。冒険やな。うん、さくらはリンゴが入れたいのでリンゴ取ります。はい、はい、どうぞ。お、小松菜。小松菜いいですね。どうする、ちょっと定番かな。うん、あ、チンゲンサイでした。小松菜に見せかけてのチンゲンサイでした。小松菜、どうする。まあでもこの3人で選んだやつプラス他にもいろいろ入れるけど、うん、そうだね、とりあえず絶対入れたいやつを。あ、小松菜。小松菜、あ、じゃあ小松菜はそっちでいきましょうか。確かに。おみちゃんは、おみちゃんはトマトとかもあるよ。グレープフルーツがいい。グレープフルーツがいい。あ、ここにあります。これか、それや。結構ピンクっぽい。結構、うん、ピンクグレープフルーツだ。うん、じゃあ入れます。入れます、こちらがグーちゃんのキャラクター、スモールジャスミンリバーさん。さあ、そしてこちらがサクさんのキャラクター、キャッスルサクーラ、運び屋、30歳の男性でございます。まあ、ちょっと怪しい裏の人間っぽい感じでございますね。舞台は1920年代のアメリカ。はい、ここは運び屋キャッスルサクーラの事務所でございます。お、友人のですね、スモールジャスミンリバー警官が遊びに来ております。はい、はい、そこに一人依頼者が来ました。おお、ここからスタートしたいと思います。はい、あ、運び屋さんっていうのはここかい。ジョンっていうものだけどちょっと相談したいことがあるんだ。おお、なんだろう。実はね、僕あの不動産屋で家を貸したりして、うん、まあ、そういう仕事をしてるもんだがね、うん、ちょっと困った家があるんだよ。うん、ちょっとその相談に乗ってほしいんだ。なるほど、なるほど。その屋敷を借りているマカリオ夫妻から、うん、屋敷に悪霊が潜んでいると、そういう報告を受けましてね、うん、しかもその夫妻はね、ちょっと狂ってしまったのが今精神病院に入院してるんだ。あら、なるほど。まあ確かに古い家でね、まあ、そのような噂があることは知っていたんだけど、うん、まあ、何分ちょっと値段が安くてね、大きくていい家なんで、なんとかこの噂をね、うん、払拭したいんだ。なるほど、なるほど、なるほど。そこで運び屋である
キャッスルさんにですね、まあ、その悪い噂っていうか、まあ、いるかどうか分かんないけど悪霊を運び出してほしいんだそういうことだ。なるほど。さぶけてくれるかな。いやまあこれは、結構、重要な問題だから問題だけど、こっちの命にもやっぱ関わるから、そこはちょっと正直報酬次第かなって感じですね。あー、なるほど、そうですね。なるほどではジョンは、前金として今の貨幣価値で50万円成功報酬でさらに300万円おー、さらに1日ごとに3万円経費を提示しています。なるほど。そんなに提示するってことは多分相当やばいね。そうだね。まあでも警察の君もちょっと協力してくれるかな。もちろん。じゃあちょっとやってみようか。やってみよう。やりましょう。はい。あ、受けてくれるかい。はい。助かるよ。まあただね、まあこっちとしても商品として売り出す家なんで、できるだけまあ家を壊すようなことはしないでくれると助かるんだ。はい。じゃあこれは鍵だ。持って鍵をもらいます。はい。屋敷がある場所を教えてもらいます。なるほど。でね、簡単な見取り図があるんで、これを渡しておくよ。おお、見取り図、それは手がかりになるかもしれない。手がかりって、恐れないといかれへんで、うわぁ、屋敷の見取り図を、すごい、ガチや、ガチや、え、すげえ、すごい、渡しました。でっかいお家、大きいだろ。すごい。で、確かね、地下があったんだけど、地下の見取り図はなくてね、ほら、ただの物置だったと思うんだ。はあ、なるほどなるほど。なんかリンゴとかも、種とかまで砕けるみたいやねんな。そう、だからこれが賞味いらんらしい。なるほど。これなかったらいいらしい。はい、一応もう半分ぐらいにしとこうか。めちゃくちゃうか。あ、確かに。行きましょう。行きます。行きましょう。さあ、ではここから RPG スタートします、はい、このまま探索に入れてもいいですし、もうちょっとジョンと話をしてもいいですよ。なるほど、なるほど。うん、どこで出たとかそういうものがないとやっぱり探せないから、このこんなに大きいね、屋敷は、どの部屋でとかは分からない。いや、僕は聞いてないかな。なるほど、なるほど。じゃあ、まあ手当たり次第探すしかないか。そうですね。じゃあちょっと探してみるよ。探してみよう。じゃあ、と言って、ジョンは帰りましたと。はい、まあ、今ちなみにですね、こう事務所にいるんで、まあ、ある程度準備をしてから出ることが可能です。なるほど。ちょっと持ち物に増やしたりね。お、なるほど。じゃあちょっと僕はちょっと魔除けにちょっと塩を持っていくよ。なるほど、それは大事。お塩を持っていく。大事大事、はい、じゃあ塩をかき足してください。じゃあこういうあの数珠も必要なんじゃないかな。いいね、身をね守る感じで。なるほど。あとはなんかもし何かが起こって真っ暗になってしまったら怖いから、あの懐中電灯を持っていこう。大事大事。いいですね。まあ結構なお金を今前金としていただいてますので、確かに買い物してから行くっていうのもありだと思いますよ。じゃあ、なるほど。何買おうか。何買ったらいいんだ。いや、なんか、掃除機とか。掃除機でも吸い込むみたいな。ああ、そのもの自体を。そう、ルイージーマンション的な、ね、ちょっとなんかゴーストバスター的な意味で、いい掃除機を持っていくのはどうかな。ダイソンの掃除機、それで吸えるのか。それは分からない。分からない。まあやってみることは大事だから。そうだね。まあ、そう、それありよ、ありありあり。じゃあ掃除機を買いますか。買います。買いましょう。じゃあいくらぐらいですかね。そう、まあ、10万円ぐらいにしましょうか。じゃあ10万円の、10万円の掃除機、すごくいい掃除機を買いましたと。こんなものかな。そうだな。はい、これでいくか。うん。じゃあどこに行きますか。そう、じゃあとりあえずそのお屋敷に行こう、行こう、はい、でお屋敷に行きましたと、はい。でございます。あー、行くよ。あー、
開いてる？開いてる、ね、開いてませんからねっていうジョークは置いといて、はい、まあ、こんなもんでしょうか。はいはい、お店のような、へえ、あ、うまいわ、グレープフルーツ、そう、めっちゃ、はい、あ、はい、あ、でも緑の香りもする、香る、お、いただきます。わ、緑強、おお、おお、なんか、あ、葉っぱ、でもなんかグレープフルーツ結構、うん、そうやな、なんか飲みやすい、めっちゃなんかその葉っぱめっちゃ感じるんやけど、うん、飲みやすいよな、うん、なんか後味すっきり系の、うん、あとあのリンゴの皮のとかも感じる、うん、確かに、え、めっちゃ美味しい、美味しい、ということでね、うん、この今日の動画の TRPG はすごくね緊迫したところまで来たんですけども、うん、そんな中私たちはスムージーでほっこりしてます、うん、美味しい、うん、包み的には今回たどり着けると思いますか、その答えに。やっぱり二人の力を合わせればなんとかなる。ありがとうございます。はい、ということで本日の動画いかがだったでしょうか。今回のね展開もなかなか面白かったんですけども、ハラハラドキドキ、ね、次回どうなるのか、うん、すごい楽しみですね。キャッスルサクーラとスモールジャスミンリバー生きて帰ってこれるのでしょうか。ということで嘘っぱちの次回予告なんですけども、次回の動画はつつみとむーちゃんどちらが長く息を止めて世界一周できるのか対決、前編後編の2本2本2本立てでございます。ということで次回もお楽しみに。さようなら。またね。はい、ここで皆さんにお知らせがあります。なんと私たちのオリジナルグッズが販売されました。イエーイ。はい、私たちがデザインさせていただいた T シャツを概要欄にあるムーさんというサイトから販売させていただいております。こんなものやあんなものがあります。ぜひぜひ皆さん概要欄からチェックしてください。こちらの販売は2020年の5月中までとなっております。ぜひぜひチェックしてね。バイバーイ。こんにちは、くーちゃんです。 Bluetooth イヤホンあるある。私ね、パソコンと携帯どっちも同期してるので、こうイヤホンをして、まあ、音楽聞こうとするわけですよ、携帯で。そしたらなんか全然聞こえへんなと思ったら、パソコンの方に同期されてて普通に素でなってたっていうことありまして、気をつけたいと思っています。ということで、くるみチャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。